團十郎白猿さんと一緒に楽しいひととき。猿之助さん代役市川團子さんに拍手喝采。もう涙が止まらない。歌舞伎役者の市川猿之助さんと両親が搬送された当時の状況が分かってきました。猿之助さんが連日に話し合い、両親がそれぞれ薬を飲んだという趣旨の説明をしているということです。明治座の公演、猿之助さんの代役を務めているのが19歳の5代目市川團子さんです。團子さんは猿之助さんのいとこで、9代目市川中車こと俳優の香川照之さんの長男。猿之助さんの襲名会見の時には当時7歳の團子さんも同席、仲良く触れ合う2人の姿がありました。あれから12年、準備期間わずか1日で猿之助さんの代役を務める團子さんに称賛の声が相次いでいます。明治座の昼公演、準備期間はわずか1日ながら、19歳の市川團子さんは猿之助さんの代役を見事に演じます。22日の公演は満席、宙乗りでは拍手喝采だったと言います。團子さんの公演を見た人、もう涙が出てきた、声も似てるし、いろんな背景をくっつけて見入ってよかったって感じ。今まで團子さんのこと知らなかったですが、楽しみな人が出てきたなと思います。ご視聴ありがとうございます。これからも團十郎白猿さん、ボタンさん、新之助さんとご一緒にささやかな楽しい時を過ごしたいと願います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。